クリームウェブサイトをご覧の皆さん、どうもランクルです。よいしょ。よしよし。ボーカルの小高です。ギターの山下です。ベースの郷田です。ドラムの桜井です。4人合わせてランクルです。最後はやっぱちょっとソロワンかったね。やっぱソロワンというわけでランクルですね、はい、9月18日に、ニューアルバムメメントモリが発売になります。よいしょ。もう一個前でしょ。よいしょ。じゃあ今回ね、やっぱり聞きどころといえばね、やっぱり僕の歌ですかね。あ、いやいやいや、ドラムも、はいはいはい、じゃあ、はい、ドラム、あ、いいや。あ、俺のギターだよ。そんな僕もベースも。じゃあ、ドラムだよ。はいはいはい、俺どうぞ。なんか緩いよね。すっごい緩いね。まあでも本当、毎回言ってますけど、今回がやっぱ俺一番好きですかね。今までの中で。9作目にして。やっとここまで来たかっていう、やっとなんかこう、たどり着いた感がありますね。大変だったよ。毎回思うけどね、今回が一番大変だった。俺もめっちゃ大変だった。まあそんなのもね、関係なく、まあ、聞いてみてほしいですね。ぜひぜひ。なんかちょっとね、ちょっとどころじゃなくね、すごい自信があるんで、まあ YouTube とかで、ビデオクリップっていうんですか、はい、クリップビデオ、ビデオクリップミュージックビデオ、ミュージックビデオだね、はい、はい、もうね視聴できるんで、ぜひね、それを視聴したらそのままどっかのオンラインショップに行って、クリックするわけですから、すごい簡単です。ポチッ、ダブルクリック、クリック、あ、ダブルクリックでもちょっと立ちますからしてくれたらいいなと。あとツアーが、そうそう、そのメメントモリを引っ下げて、はい、10月13、初日10月13日、はい、千葉ブックで、はい、山下壮が、はい、飛びます。もう言っちゃうんだ。代わりに俺飛んでみようかな。いいと思います。いいじゃんすかね。ズブズブって沈んでくるだろ、俺。ズブズブってなると思うよ。大丈夫だと思うんですけどね。いけるかな、多分。なると俺がこう。ほんと、はい、じゃあ俺もやるよ。じゃあ俺もやるよ。誰がね、つって。ただお祭りじゃないですか。ねえ、これ全部で何箇所ですか？17箇所、はい、結構な、ね、最後11月29、9、うん、恵比寿リキッドルームで、はい、ね、今回、この間アックスワンマンやって、それは無事ソールドしたんですけども、でこうアックスよりリキッドの方がね、3分の2ぐらいですけどね、キャパが、でも今までね、このメンバーになってからこうずっとリキッドがこうソールドできなくて、でもうちょっとのとこまで来てんで、今回絶対リキッドを、まあ、ソールドさせて次に行きたいなと思って、ツアーのファイナルはリキッドにしたんで、ぜひ皆さん、日本中から来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、じゃあ俺もよろしくお願いします。あ、じゃあ一緒行こうか、よろしくお願いします。もっと前出て、よろしくお願いします。まあまあ、でもね、あれですよ、まずは何はともあれね、聞いてもらって、ライブに来てもらってですね、そうですね、うん、ちょうどブルーブルーブルーってこのベースをね、ブルー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 みたいな感じていただければね、おお、さっくんファン増えるよ。いやいやいや、もうね、もうそれうちらほんまもう主張の強い連中ですから。そうですね、本当に。、うん、その辺も面白いんじゃないですかね、バンドというのとこんなもんかみたいな。うん、うん、まあね、うん、そう。というわけで、え、閉めんの？あ、もう、まあ、いやだいぶ喋った、だいぶ喋った、長いこと喋りすぎとる。そうそうそう、そろそろやめてくれ。そうそう、うん、そろそろやめてくれっていうのは、俺もちょっと、じゃあ小話でも。ここからまた。ここからまた。お茶でも飲みながら。そう。立ち話もなんだからね。ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、そんなこんな楽しいね。はい。君たち楽しいよ。何目線ですか。まあ、何はともあれ、アルバム発売とツアーに向けてですね。はい。一致団結していくぞ、えいえい、あー、よし、どうだこの力の入り具合。
いいと思う。というわけで何回目の問いを。ランクヘッドでした。